定価本体4500円プラス税。どうも、マジシャンのキサです。今日もマジックの本のね、紹介していきたいと思います。今日の紹介はこちらですね。第、まあ、2回目なんですけども、ロベルト・ジョビーのカードカレッジ一巻。よいしょー、うーポポーということでね、はい、今回はこちら紹介していきたいと思うんですけど、まあ、このねカードカレッジっていうのは1から4まで、いや最近ねまた5っていうのも出ましたけど、まあ、シリーズものなんですね。はい、僕多分ねこの前回に紹介したこのカードマジック辞典の次ぐらいにね、まあ、買ったんじゃないかなと思います。で、正直入門書的にはこっちの方が丸です。なんて言ったってこの分かりやすさも格別です。でね、この前のカードマジック辞典、こっちは技法がダーってやって、その後に全部マジックがダーって流れていくんですけど、これの良さはですね、なんと、まあ、技法最初にね、まあ、始まるんですけど、その後にその技法を使ったマジックっていうのがね、まあ、ちょっとまあ載ってまして、それのまあ繰り返しっていう感じになっていくんですね。なのでこうこのまま読み進めていくと、どん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 こう上手くなっていくというまたパターンの本でございます。なんでまあこうペラペラ、あこれできそうかな、これできそうかなというよりは、まあ最初からねこう見ていくといいんじゃないかなと、はい、思います。でこの本、まあ先ほどのカード、あー先ほどのっていうか、その前回のカードマジック辞典にはなかった理論とかがね結構載ってるんですよ。はい、心持ちの問題ですね。はい、この時にお客さんがこうしてきたらこうするとか、心理的なテクニックの部分が結構頻繁に盛り込まれてます。この文章からもね、そういうところがこう、読み取れたりもするわけでございます。サイズ感もねこうでかいので、まあ、文字がでかい、これ読みやすいですね。やっぱ、マジシャンっていうのは、まあ、こう本を、まあ、置きながらこう練習するんで、ある程度ちょっと話した状態でもやっぱ文字が見えるってことが、まあ、マストでございます。やっぱこうやって、ああ読みにくいなって言ってこうやってやると、やっぱりねそこで、ちょっとこう面倒くささが生まれてしまうので、そういう意味ではこのノイズにならないというか、そのままだってこうマジック練習しながらそのまま文字を終えるっていうのもね、一つのポイントじゃないかなと、はい、思います。はい、そしてやっぱね僕結構思うんですけど、やっぱここにね載ってるやつは結構ね、受けそうなネタが多いと思います。はい、あとそのお客さんに親切なネタが多いかなという、はい、雰囲気が僕はしています。そして今、僕がね、その他のコンテンツでやっている、アレンジ書籍の名作アレンジっていうのがあるんですけど、それは今、こちらからやってます。このカードカレッジっていうのねやつから、やってるわけでございます。はい、結構ね、アレンジしたやつとかね、まあ、見せたいんですけど、まあ、それはコンテンツに有料会員さんのねコンテンツになってるので見せられないので、今日はねこの中から一つ、はい、そのままってやつをねお見せしたいと思います。はい、楽しんでください。バイバーイ。